注目重賞の傾向を各項目に分けて徹底深掘り函館記念 G3 函館芝 2000m の重賞ランキング機手部門を発表します先週の七夕賞ではランキング上位戸崎啓太騎手のレッドラディエンスが優勝44歳の誕生日を目前に存分に名手としての腕前を見せてくれました今週のランキングもチェックをお忘れなく 下向き黒三角函館芝2000メートル騎手別成績第1位横山武史8-5-8-18勝率20.5%復勝率53.8%第2位武豊5-3-4-14勝率19.2%復勝率46.2%第3位丹内雄二4-7-2-35 勝率8.3%、副勝率27.1%。過去3年、レース参戦の騎手に限る、第1位は横山武史騎手、今開催全体で13勝、内芝で12勝を挙げるなど、リーディング争いで単独首位でひた走る文句なしの函館マイスター、です。エンパイアウエストはここまで目下2連勝と8区の勢いも、 オープン戦での実績がないことや牝馬であることを考慮され、ハンデは控えめ。なテに導かれていきなりの通用があっても驚けず、馬券は抑えておいた方が賢明でしょう。第2位は竹豊騎手。言わずと知れたレジェンドは、今期の函館でも10勝を挙げリーディング2位タイをマーク。友江賞からコンビ継続のデビッド・バローズはこれまで全4勝のうち3勝を2000メートル以上の距離で挙げた一投。 得意な距離ににわっての前進に期待できます第3位は丹内裕二騎手、函館記念では16年マイネル・ミラノ、3人気で優勝19年にもマイネル・ファンロン、9人気で2着など、マイネルの馬と非常に好愛性で、今年はマイネル・クリソーラとともに、三度構想を狙います。